いいね。早速本日のおすすめ。結構盛りだくさんですね。いいね。何からいきます？まあ一番上から。そうですね。ニアとサネのマリアージュ。まあこれどうやって仲良くなったのかっていうところは、うん、まあ、どうです？サネ君の思い出としては。初めて新横のカフェに行ったのが。そうですね。梶川選手と和田選手とサネト選手、その3人結構仲良かったんですか？その当時コロナで、うん、あのロッカールームが別だったんで、そうそうそう、一緒になることが多くて、確かにそっちのロッカーにいたんですよね俺。そう、はい、でなんかそこでワイワイやってて、でサネ君にカフェ誘ってもらって、そっからっすよね。でももう本当に笑いこけるきもあったりまあでもサネ君って本当相談しやすいんで、いやあの、ね、僕もいろいろ相談乗ってもらいましたし、はい、本当に、まあ、なんかそんな出会いから今ではね、そうそうそう、もう無言のままお互い携帯いじりながらねそうだからもう携帯触りながら一緒に過ごせるのはもう相当長いですね。いやもうそれぐらいあのサネ君の懐も深いというか、こんなにいい先輩いないなっていうぐらい本当もうヨギボーみたいな、ヨギボー、はい、もう誰にでもフィットするみたいな心地いいみたいな、ヨギボーを初めて言われました。すごい米粉って。いやいやでもね、ヨギボー嫌いな人いないじゃないですか。何にでもなるから、ね。何にでももう変形してもうこう座り心地いいし寝心地いいしみたいな。そんなもうマリノスのヨギボーですもん。フィッシュ&ユータ。フィッシュ&ユータ行くか。このフィッシュって俺一緒によく釣りに、怪我する前だけど、はい、釣りによく行って。言ってましたね。言ってたよ。言ってましたね。いやこの餌付けがとか、そうそうそう、この餌のこの感じがとか、ルアーがとか言ってた。何喋ってんのかな最初思ってたんですけど。最初なんかルアーでやってたけど、はい、全然釣れなくて。聞く話によると、うん、あんまなんだろう釣れてない。あんま釣れてないよ。釣れてない。多分全然釣れてない。全然釣れてない。だってこの間聞いた時にあの。何波でこう打ち上げられた魚取ってたとか言ってたじゃないですか。ではそれ釣りじゃないじゃんとか。漁師漁師みたいな。それ手づかみ、ユータこれ来たぞとか言って、それ手づかみして、ユータはなんか魚さばけるから、おお、あ、そうなんですか。そうだからそこでもう頭と落として、マジですか、あいつ持って帰ってたから。釣ってない、すごいっすね、釣ってない魚を持ってくる、手づかみしてるって。何でしょうか、ここ行きます。グーチョキパンセット。まあ皆さんも多分見られたと思うんですけど、あれはもう、あれはもうね、もともとなかったんですよ。そう、あのね、じゃんけんをする企画なんてのは、もともとなんかフラフープの中になんか全員入れるか、7人か8人、はい、全員入れるかどうかみたいなので、みんなピタッて入って、え、終わりみたいな、どうするどうするみたいになって、じゃんけんをちょっと提案させていただいたんですけれども全力でこれが大事だから、全力っていうの、全力が大事ですから、出し切ったね、みんな出し切ったね、もう声出んかったのかなと。むちゃくちゃ、しかも次の日あのね、紅白戦やって、もうそういうのも考えずに全力出しましたよね、本当に。みんな汗だくなってたもんね。ちなみにあのなんか気になった注目のカードとかありました？いや、やっぱあの敬語最初行った時のあの匠アウトのやつめちゃくちゃ面白かった。いや、敬語あれ一皮むけましたね。あれはすごい。なんか敬語の新しい一面が見れたような気がしますね。じゃあ下からこう。下から煽ってってね、むちゃくちゃ弱そう、弱そう。でも3連勝4連勝してね。いや、盛り上がったし、俺的には2つあるんですけど、1つやっぱエドがエズラかいきなりスイッチャーいたってやりだして、いきなり入れたよね。いきなり血管めちゃくちゃ出ましたよ、ね、あれ面白かったですね。あれ定番になっちゃいますかね。定番になりそうだね、はあ、お二人はちなみに実際自分がやられてたものっていうのはお見えになりました？見てないです。見てないです。
ちょ恥ずかしくて見れないですよそれ、うん、あるんすか引き分けきついよな。きつい、間違いない。きついよな、これ。もう一回やんないか。早く決まってほしいのに。で、これ、俺ら買ったやん。うん。で、よし、俺、やらんでよかったと思って、たら、こうたがさ、今日もうやってないやつやで。やってないやつや。勝敗関係ないよ。あれ、マジきつかったな。こうら、こうたが俺、悪乗りしてるわ。何してんの？その準備ない。その準備ない。これ恥ずかしいわ。自分でめっちゃおもろいっす。投げさ、これさ、早言ってほしいのさ、じゃんけん。誰も言ってくれんから。全力ですね。何をしてんの？全然始まらない。勝ってるからちゃんとこれ1回で終わったからよかったこれ何同じチームで何やってんすかマジでこんだけじゃんけん勝ったのにさあんま特定に反映されてないからいやいやいやもう皆さんもぜひやってほしいっすね全力じゃんけんやっぱねこれ全力でやるっていうのが肝なんですよ誰が言うと誰がいや本当そうよその何かを起こす時はもうやっぱ全力全力ですよもう何か全力出せば何かじゃんけんですらあんなに面白くなっちゃうからそう昔からあるあのじゃんけんでこんだけ盛り上がれるっていうのは墓まで出ちゃいますからねそう墓で出ちゃった全力でしたねみんな全力やっぱブラジル人のノリがいいのもいいっすよねそうそれも間違いなくそれマジで面白いですもんねだこれやっぱこうこれだけ見てもやっぱこうチームのうん良さみたいな出てますよね感じるよね、はい、いやいい企画でしたねいい企画だった、はい